35歳未満、大体なんか変なことが起きるっていう風にね、思っといた方がいいと思います。自分を守るために。このチャンネルでは、お顔の若返りの悩みを中心に、美容医療の様々な悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。こんにちは。コスメディカルクリニックシンシア総院長の又吉秀樹です。今回の動画ではアンチエイジング、とにかく若返りたいからフェイスリフトのこと考えちゃう、でも切りたくないからヒアルロン酸とかそういう治療でなんとかならないかとかね、大きく違うものではありますけれども、ヒアルロン酸でできるところまで引っ張りたいとかね、そういうこともあると思いますので、フェイスリフトが向いちゃってる、あるいはヒアルロン酸とかその他の治療で頑張る、これについて考え方をお伝えしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。この方は56歳の女性です。フェイスリフト、シグネチャーリフトっていうのと、この辺のブヨブヨを減らすっていう治療、まあ経血膜脱手術、あとはですね、この辺りが脂肪ついちゃってるんで、こういうところのそういうところの脂肪を減らして、こういうところ皮下脂肪がしぼんできちゃってるところをですね、若い人のように回復させるマイクロコンデンスリチファットっていうのを行っている患者さんです。術後1年ぐらい経ってますけれどもね、だいぶね若返ったなーっていう感じです。又吉がなんでこの方をシグネチャーリフト、まあ切るフェイスリフトをしようと思ったかっていう話なんですけれども、別に年齢で考えてるわけでもないんですよ。つまんで引っ張ったり揺らしてみたり、いろんなとこつまんでみたり、脂肪のつきはどうかとか脂肪の枯れはどうかとかですね、そういうのをトータルで考える。伸びが強いボリュームを入れただけではどこまでも膨らんじゃうみたいな、そういう風に思った時にですね、入れるだけじゃダメだ、これはもう皮膚を切り取ってしまって、でそこの締まりが出たその後にへこんでる部分と余計についている皮下脂肪のリバランスを行うんだって考えた時に、フェイスリフトっていう切る手術をおすすめするわけですね。フェイスリフトですけれども、まあ単独でやるっていうことは滅多なくって、ボリュームを整えるっていうことも同時に行う、これがシンシアのフェイスリフトの適用に関する考え方。ちなみにこの56歳の方の傷ですけれども、この辺から始まってぐーっと自受通ってここ通って、耳たぶこの耳の裏通ってこの辺に来てる。髪の毛アップにしてもあんまり目立たないっていうのがシンシアのねフェイスリフトですね。はい、この方は73歳の女性です。他のクリニックで切るフェイスリフトをやって、糸のリフトをもうめちゃくちゃ溶けないタイプですね、いっぱい入れられちゃってたって方なんですけれども、それをしてもあんまり実感がっていうことでね、まあシンシアにいらしてね、何をしたかっていうと、やっぱりシグネチャーリフト、こういうところ脂肪ないように見えてつまむと結構痛んで脂肪吸引をして、あとは取った脂肪もね使ってるんですけど、こういうところ、まあボリュームが枯れてしまってるところに補ってるっていう患者様です。半年経ってるところなんですが、かなりね若返って、顔が涙袋スルーっとした雰囲気になってね、まあ綺麗な形になってると。で横から見た写真なんですけれども、術前ですね、他のクリニックですでに手術してあるんですけれども、まあシンシアで手術やり直して、まあだいぶ若返ったな、スパーンと引き上がったなっていう感じになってますけれども、これだけかなり引っ張ったりしてる割にはですね、傷に無理がかかりやすい状態ではあるんですけども、そんなにまで半年として目立たない、耳の変形もほとんど感じないっていうね、これはですね適応ですね。この方は皮膚つまんだりして抜いてるからやろうって
ていうね、まあ、そういうふうに考えてやってるから結果も出るし、傷がすごい汚いとかそういうことが起こりにくいっていうね。切るフェイスリフトっていうのはお医者さんがもうつまんで引っ張ってもう切ったらいいなっていうね時にやるっていう話なんですけれども、私は切らないフェイスリフトっていうのをねやることも結構多いです。この人なんかは47歳の女性なんですけれども、術前がこんな感じで術後はこんな感じ、圧倒的に綺麗になっちゃってるんですけれども、やったことは経血膜脱手術とこことここのベイザーアキーセルの脂肪吸引を行って、中顔面とかマリオネットとか呼んだりしますけど、そういうところのボリュームを回復すべくマイクロコンデンスリチャートを行ったと。この方も他のクリニックで切るフェイスリフトやってるんですけれども、なんか綺麗じゃないなっていう風にね自分で思ったりするのは、やっぱりいかなこういうところが引っ張ってあってもフェイスラインとかここの部分に脂肪がついちゃってて、もうフェイスラインが鈍いぜって場合には美しさから離れちゃうんですよ。いくらパツンパツンの若い子でもお年寄りと同じ脂肪のつき方してたら全然若く見えないでしょ、可愛くないでしょっていう話なんですよ。だからシンシアではね、切るだけっていうフェイスリフトしない、やるとしたら綺麗にするためにボリュームを整える、ボリュームを整えるだけだって綺麗になっちゃうんですよ。皮膚をつまんで緩みが大したことなければ、こういう手段を持って切ってるドクターじゃなかったらもう何でもかんでも切っちゃえみたいになるんでね、ちょっと危ないんだっていうふうに思っといてください。この方なんか71歳の女性なんですけど、やったことといえばもうボリュームを回復したことだけですよ。もうこういうところへこみまくってるんですね。皮下脂肪が枯れまくってるんです。つまんでみて揺らしてみて意外に皮膚のテンションがしっかりしてるんですよ。もう切り出さないでボリュームを回復するっていうだけでこんなに綺麗になっちゃう。実はもうこの方10年ぐらい前に僕がですねシグネチャーリフトを行ってんですね。もうでそのことによってまあなんか10年経ってもまだいけるなっていう感じだったんでボリュームを回復しただけ。だからもう年齢でやるとかそういうことでもなく、その方の状態によって切る切らないを決めなくちゃいけないんだよっていう、そういう話になるわけです。シンシアの切るフェイスリフトはこっから始まってこうやってこうやってここを切ってこの辺に至る、ぐわーっとこの辺ぐらいまで剥離して中引っ張り上げるっていう手術なんですけれども、半年後の一般的な傷っていうのはこんな感じです。ハゲにも滅多なことではならないし、傷もなんかアップにしてもまじまじ見られても気がつかれないことが多いなんてね、よく言ってもらえるんですけれども、適応が悪い人切るとだいたいこんな感じになっちゃいます。有名なクリニックなんですけれどもね、耳の変形も強いし反抗も強いし自助通ってないから目立つし適応間違ってるっていうね、切っちゃいけない人を切ると体が嫌がってですね、傷が幅ができたり後戻り激しかったり不自然な状態になったりいろんなことが起きるんで、とにかくフェイスリフトっていうのは慎重に行わないといけないというね、こういうふうに思っていただければと思います。リガメント法をしっかりやれば若い人でもすごい綺麗になるとか言ってね、若い人やっちゃってるドクターとかいますけれども、俺うまいんだみたいなこと言ってね、ぶっちゃけそこのドクターの術後の患者さんはシンシアめちゃくちゃ来てますからね、適応間違えちゃったらエラスダンラス症候群とかそういうコラーゲン異常のない方に対しての場合ですけれども、35歳未満だいたいなんか変なことが起きるっていう風にね思っといた方がいいと思います。自分を守るためにどんなにもうフェイスリフトに対してこんな気持ちになっちゃったとしても、どんなに魅力的に見えたとしてもやんない方がいいんじゃないのって言って、シンシアの場合は切らないフェイスリフトもボリュームを整えちゃうだけでね、めっちゃ綺麗になるとかいうのもあったりしますけどね、傷っていうのは消えないんで
見たらわかるんで、若きゃ若いほどですよ。自分ではあんまり見なくても、他人から見た時にこういう角度で迫られた時に見る相手の気持ちも考えるべき。美容外科治療を行う時にはインフルエンサーとかがまた来て、アプリで私可愛いでしょみたいなことをしてるのに騙されないようにしてください。どんなに上手いドクターでも若い人たちガンガン失敗されてるんで、本当気をつけた方がいいと思う。ということで、今回の動画では切るフェイスリフト本当にやった方がいいのか、あるいはヒアルロン酸、あるいは他の切らないタイプのフェイスリフト、これに関して考え方をお伝えさせていただきました。今回の動画も面白いな、興味深いな、これからも新車の動画見ていきたいなと思ってくださった方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録お願いします。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。